感じです。どうです。久々喋り飯だね。久々に飯食うんじゃないお昼飯。お昼飯、そうですね。夜は最近ちょこちょこ。最近なんかゴルフやり始めたので、ちょこちょこあるな。日曜日に翔くんとミッチーくんと足場さんのコンペで行きました。ほんで何？どうだったの？翔くんはだいぶ良くなってます。だいぶなんか世界に近い。顔見出しも。最近もうドハマりしてるんで。そう。視聴者がじゃあゴルフどんなに楽しいかって解説しちゃったよ。やっぱ紳士のスポーツだし、全然紳士じゃねえだろ。スコアは爆上がりですもんね。爆上がりで30ぐらいしてるんだよ。私くん120、最初はパーって120、そこまで上がるんだって。100ぐらいまでまずは。でもその改善点が分かったんだよ。何そのアプローチのパターンですか。ドライバーとか良くなってるんですよ。ドライバーやった、まあちょっと右に曲がるけど、まあちゃんと前に飛んでいくんで、OB はそんななかったんですよ。そうそう、ドライバー例えば7番、うん、でそこからが結構4回5回打つんで、うん、なんでアプローチはそうだよね。そうだからアプローチを極めたら絶対もっとこう、うん、多分一気に100まで近づける。なんでだろう、できそうだ。あいつダメでしょ。あいつ本当やばかったんですよ。でも僕の最初よりいいっすよね。155か8、まあ、それぐらいです。スイングやばいよな。でもいや完全になんか知識入れちゃった系だよね。穴を動かしたらなんとか、なんかそっちだよね。体開いたらなんとか、ボールずっと見なきゃいけないから。でもあいつやばいよね。ロールみたいなとこで。何と、なんか撮りたい。ゴルフコンペじゃもう入れ視聴者募集する。商品名しか。面白そうだね。今決める？見てる人結構いるから。ノリいっちゃうよ。何？7月過ぎだ。夏のコンペか、きついな。じゃあ7月最終日、7月31日の方は。ああ、もうつい終わってる。もうそんなくらいに暑いと思うんですけど。いや、またうめえぞ。これは7月31日、二階堂城ゴルフコンペ。申し込みが5月いっぱいでしょうか。三重のどこかで。こんな限定ですよ。こんな限定。すごいね。よく言えますよ、カメラあるんだよ。カメラあるんだよ。カメラあるんだよ。いや、ランチ。はい。唐揚げ食べる。社長、唐揚げ。いや、俺、すみません。そっちしちゃうから。社長、ゴルフ動画、ちょうどマンツー対決が、まあ、1週間ぐらい前上がったじゃないですか、うん、結構反響があったから、3人ぐらい電話かかってきました。僕、教えてない人から、あ、本当、今日の朝も電話あって、うん、でとそれ、東京の友達なんですけど、うん、よし、兄貴、やっぱ見るって言ったら見る。いや、見てるんです。これはダメだしたら、ゴルフ動画、マジでやめた方がいいよって。いや、でも、おもろいっすよ、あれ。あ、本当？いや、おもろかったですよね。好きな人は好きなんじゃないですか。そうですね。だけど好きな人は好きな人。俺の先輩とかはこういう色がめっちゃ見とんの。ああ。お前本当に下手だな。ああ、いや、とってあてがちダメや。それで職人飯に来たものから食べる。ドドン。待つわけではない。待つわけではない。来たものから食べる。職人飯。何？彼氏と彼女になるけど。急にこうやってやられて、映せって言われただけだったら映すやめて。だから喋るよ。お前もそうカメラマンかんないのかんだろっていう意味で。何？美味しいですかとか。そんなこと言うんか。美味しいですね。今のさ、この魚美味しいですかとか。そんな聞く。うまい。ピザみたいな。喋ったことない。喋ったことない。美味しいですかとか聞いたことないじゃん。こっちは恥ずかしい。マジで顔真っ赤かやねん。本当やめて。なんで。ちょっと無理させて。ね、でもここでもあれだ、結構有名そうな店やな。フグ料理、和食の味の岡崎のね、なんか店の雰囲気も。まあ、腰疲れたけど、いい雰囲気やな。タイうまいっす。タイの塩焼きっす。塩焼きっす。あー、全然お、唐揚げ職人飯流、社長が若い衆に米をやる。ドドン。これは職人飯流。ありがとうございます。食べるものが食べる。これ職人飯流。ご飯少なめにしない。揚げるってこと。どう、お酒は。はい、ゴルフはいいんだけど、はい、仕事はどうですか。
仕事をもう来て何年だよ7ヶ月もう7ヶ月ぐらいになりますからね、うん、だいぶ体はもう慣れてたんで、うん、一応 2年頑張ってたけどどうしたの1年でもやるいやまだまだ覚えたいこといっぱいあるんで、まあ、あるはいでまあ、たの今楽しいですもういいわそこ言ってもういいわって言ってじゃあ楽しんでいきましょうか、はい、でも順次はもう偉いよはい順次はもう偉いよ順次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 職人飯流その3口の中に物を入れて喋る最悪最悪人生も短いよまあ、はい、でいくつだもうこっちに来て38を迎えたんでそこは考えるとまあ何過ごしてるんですか胡椒すいませんあ、うん、おいしいこれから揚げすいませんあ、胡椒ありますかあえ鶏の唐揚げみたいな感じって書いてなかったし魚ありがとうございます魚フグじゃないでしょえフグじゃないでしょ鶏の唐揚げって書いてあったっけ料理フグ料理とか書いてあるけど1個食べてみるフグ料理もあるよ鶏かこんなのかな鶏って書いてあった気がするメニューにいや、わかんないですよ。とりあえず。職人飯に鶏も魚も同じ。腹に入ったら同じ。違い分からず。その4。腹に入れば全て同じ。リボン。どうぞ。どうぞ。全然まずはどう？全然。まあ、2年で別れるのはちょっと寂しいですね。あ、そう、仕事でも見てほしいと思う。ああ、そうだな。目きっかけじゃないね、これって。あ、そうですね。まあ、仕事かと思ってやるとかなんだけど。はい。なんでそんなめちゃくちゃうまくなったいや、もう増えた。お前、勘違いするな。でも、筋がいい。いや、もう翔くん絶対上手くなるんですか上手くなるはいその言葉を信じてめちゃくちゃ練習場だろ、お前でも本当もう細かいのを覚えたらもう多分すぐ勝てくれると思うんですまあそうだね、理想だねですよねもうスイングとかも綺麗なんでやっぱ野球やってたんで体重移動とか上手いんですよああ、そうだね、やろう寺道くんのが逆にミッチーくんのちょっとこうこの声癖があるんでああいうのは時間かかるかもしれないですけど、ね、やばいやばいどうでもいいでたからさ、ウルヤみたいなスイングしようちょっとそうだな、やり直さんとやばいよで毎回、18オールほぼ女子もいたじゃないですか、女の子もで、僕、翔くんが大体打って、で、ミッチーくんの服はで僕らはレギュラーティーから打つじゃないですか、うん、3人僕と翔くんとミッチーくんで、ミッチーくんだけ絶対2打目がもうレディースティーとかもう15ヤードぐらいしか飛ばないマジで、はい、お一人やってもうまくならんわからんわちょっと見てもらわんと、まあ、おかしい知識入れちゃってるので、そうです体動かしたらかんみたいなちょっとでしょあずっと正面で言ってるので、まあ、だからこんな感じではいじゃあ職人飯久々の職人飯はどうだったでしょうか久々こんな豪華な飯そうだね普段もコンビニとかあイベント567で東京、大阪、名古屋の順で、はいまあ、各日曜日に、まあ、日付が多分この辺バーバーって撮ると思うんですけど、あの日曜日に飯子湾街、飯子湾街の雰囲気もまた動画上げ撮るんで、結構盛り上がって、ね、やれてたんで、また遊びに来る、酒飲みに来るっていう感じでいいと思うんで、ぜひ遊びに来てください。お願いします。あとはコンペね。これマジやるか5月中ね、まあ、4月5月中でしょ5月の申し込みでちょっとまあ人が集まらんで中止っていう可能性はあるけど最低10人集まったらやっぱそうですね、はい、4組か5組ぐらいになるから、はい、あそうですね超面白いよねはいそうそうそうやりますんでこれはもう建設とか関係なくもう誰でも誰でも視聴者だったら女の子はこれ決めようか女の子は希望誰ともありたいかいいですねあ俺になるかないやそんな感じです。またコンペの参加の方もよろしくお願いします。お願いします。せーの。ラミでーす。